それでは読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。さあ2球目は何か。インサイド落ちました。取りました。アウト。ワンアウトです。バッターは DH 柳田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上山本、そしてキャッチャーは阿部。このバッテリーを、打った瞬間確信したか、看板直撃。いや、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。打ちました。これもいった。そのままスタン。いや、いいんす。5番バッター吉田。ジャイアンツさらに得点を上げ引き離しています。西さん、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。そうですね、確実に点を取ってもらいたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。打ちました。セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そして丸が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。インハイ際どいコース。ああ、ボールですか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。内へのボール外れました。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウト。バッターは2番に入っている吉田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか。初球空振りです。変化球が高めに外れています。いいコースだったんですけどね。胸元、変化球がわずかに外れています。胸元へ持ってきました。ストライクです。ツーボールツーストライクです。打ちました。サード取った。アウト。ツーアウト。バッターボックスには3番村上。ツーアウト、ランナーありません。初球ボール。ボールになります。ボール先行です。次が3球目。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、打順は6番山田。ジャイアンツリードで迎える最終回です。最初は変化球できました。ボールになります。空振りになります。148キロ。インコース詰まりました。ここはフライになっています。バッターは7番に入っている中村。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。ファウルになります。いいまっすぐですね。はい、高めストレート、空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。引っ張った。サードうまくさばいてツーアウトになりました。打席には1番バッター村上。ツーアウト、ランナーありません。初球ボール。次が2球目。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。いい当たり、井口。アウト。いいプレーが出ました。ファインプレー。ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターは阿部。
ジャイアンツリードで迎える最終回です。初球ボール2球目は何で来るか。素晴らしいコントロールですね。インローのストレート、力のあるボールです。151キロ、高めの球ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。インサイド落ちました。山田が抑えています。ワンアウト。バッターボックスは5番鈴木。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。際どいコースに送ってストライク。155キロです。スライダー外れます。アウトコース、ファウル。ここは落としてきました。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。バッターボックスには6番ビシエド。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。ピッチャーが取る。これで3アウト。試合終了になりました。なんとなんと見事な完全試合を成し遂げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。終わってみれば先発ピッチャーが完全試合という結果になりました。小宮山さん、完全試合という快挙を達成しました。まさにパーフェクトでした。本当に素晴らしいピッチングでしたね。いや、もう言うことない